セットポジション。横座りをし、前の足のすねがマットと平行になるように座ります。両方の座骨が均等にマットにつくようにし、骨盤を立てて前方トライアングルと胸郭とが床と垂直になるようにセットしましょう。両座骨が均等にマットにつかない方や、股関節に詰まり感のある方は、お尻の下にクッションを置き、高さを出して行ってください。 ローラーを足が前にある側に置き、その上に手のひらを正面に向けた状態で小指を乗せます。反対側の手は遠くへ伸ばし、手のひらは天井へ向けておきましょう。ローラーに乗せた腕を伸ばし、背骨でカーブを描くように横へしならせながらローラーを転がしていきます。そして骨盤の上に背骨を下から積み上げるように、 まっすぐの状態へと戻りながらローラーも戻していきましょう。効果、腰や腹部のストレッチと強化、脊柱と股関節の柔軟性や可動性の向上。ポイント、呼吸は吐きながら背骨をカーブさせていき、吸いながら戻ります。常に骨盤を立てて、両座骨が均等にマットを捉えた状態で動作を繰り返すことで、 骨盤を安定させ、脊柱の柔軟性や可動性をつけていきます。チャレンジエクササイズ。横へカーブさせた脊柱をさらにローラー側へひねり、胸とローラーとが平行に並ぶよう、ローラーの角度を調整してください。手の幅は肩幅よりも大きく開いて、両手のひらが向かい合わせになるよう小指を乗せます。背中を起こし、 尾骨から頭のてっぺんまでがまっすぐになるようにして、この体幹部分をしっかりと安定させましょう。そのまま股関節から体を前傾させたら、今度は背中を反らせて戻ります。背中を丸めずに呼吸を吐きながら体を前傾させることで、ローラーが前へと転がります。反対に背中を反らせる動作で呼吸を吸い、ローラーを戻していきましょう。 回数は片側の動きをそれぞれ5回から8回です。エクササイズがうまくできているかは次回スタジオにお越しの際にスタッフと一緒に確認しましょう。